美味しい。意外に優しい味ですね。またね、やっぱチーズが効いとんわよ。いや、これはペロッと食べるじゃん。こんにちは、フェリーチャオイケです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、本日のメニューは今日はペペタマトマト炒めでございます。ペペタマといえばパスタで一時期すごいなんか人気が出たというかみんな作ってたね。そうだよね、うちでも1回やりましたね。はい、もう2年ぐらい前だね。もう初期の初期ね。ね、はい、卵とトマト炒めってめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。うんうん、それをまあイタリア風にペペロンチーノとパルミジャーノで食べましょうっていうお料理ですね。おー、はい、いいですね。イタリア版ですだから今日は。なるほど、はい、イタリア版ペペタマ。まあまあペペタマってペペって言ってる時点でもイタリアなんですかって、はい、いや本当そうですよ、はい、なのでだいぶカオスだなと思って、まあ、はい、なので卵とトマトの炒め物イタリアバージョンですね。なるほど、はい、セイアグリの健康卵でございます。もう卵多いわ。多いね、卵使うとこれなってしまうからね。なってしまうね、うん、まあいっちゃいけ、まあ、ちょっとずつ富山弁と標準語と、うん、そうやの、ね、たまに富山弁 入ることもありますと。あっちゃ、はい、そしてトマトね、主役はこの2つです、はい、あとはもうニンニク唐辛子ね、で白ワインパルミジャーノ塩コショウオリーブオイルです。はい、じゃあまず溶き卵を作りますね、うん、はい、チーズ加えて混ぜましょうね、はい、はい、これもすんごい簡単なんで、うん、あっという間にできるしめちゃくちゃいいです。これここにパルミジャーノ入れますね、はい、なければシュレッドチーズとかでもいいです。チーズが溶ける感じが欲しいので、チーズの風味をつけたいので、はい、これでいいと思います。で、胡椒しましょうね、はい、チーズに塩気があるので塩はいらないです、うん、じゃあ混ぜます。あ、それで美味しそうやもんね。ペペタマトマトの卵だよね、玉ね、うん、はい、あ、でもずいぶん前のやつもペペタマトマトのパスタにしたよね。ペペタマトマトだったっけ。そう、ペペトマト入れた。そうかそうか、それをスパゲッティで食べた。そう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 、うん、じゃあパスタ、それのパスタ抜きだね。そうだね、うん、その時のレシピはもう私覚えてないんですよねどんなんだったっけなじゃあ次ね、トマト剥いていきます。トマトは大きいのだったら2個ぐらいでいいです。今日はちょっと中サイズなんで3つ使います。うーん、はい、トマトは4分の1です。こんなもんか、はい、はい、じゃあ次ね、はい、アーリオオリオペペロンチーノだからニンニク1個使います。はい、ね、立派やろそのニンニク。ね、立派やね、これいっちゃ青森県産やちゃ。青森、こんなだけでかいのあったら、でかいもんね。いいね、最高。オッケー、たっぷりのニンニク、はい、はい、で準備完了ですわ、うん、じゃあもう作っていこうか、はい、はい、じゃあまずフライパンにオリーブオイル大さじ1程度引いてください、はい、最初に卵を炒めます。アーリオオリオ何に。アーリオオリオは後で使います。一回取り出すパターンやな。パターンやちゃうね、卵はふわふわで食べたいやろ。食べたい。さあ、じゃあね、油が温まったらここで入れますね、はい、中火でいこうか。うん、中火でいいです。もうあっという間やからね。子供の頃、母ちゃんが作ってくるスクランブルエッグってパサパサじゃなかった。完全に火入れてなかった。入れとったねもうすごい食べづらかったよねもうこんぐらいで止めてくれればいいもんね。以外にさ、うん、なんかパラパラになるまでやったよね。そう、ほんとそうやね。もうこんぐらいでいい ね、はい、これが一番美味しいよね。ね、ほんと、ほんとほんと、はい、だんだんな火入れたんやね。はい、ふわふわね、ふわふわの、もうほんと10秒もないぐらいか。このぐらいで取り出して、はい、あー、いい香り。もうチーズがちょっと焼けたね、うん、いい香りです。ではまたね、うん、フライパンに油を引いて、で今度は弱火です。ニンニクのね、香り、旨味を出していきますね。また本当に入れるな。そう、普通のニンニクで入れると3かけぐらいあるな。うん、2かけさ、3かけかね。もう好みで減らしてもらえばいいか。そう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 、ね、私好きなんでこれぐらい入れるわ。入れた方がね、美味しいよ。うん、美味しくなると思います。ゆっくりね、じっくりじっくり。ここはずっとダメなとこね。はい、じっくりじっくりです。ちょっとだけオイル足そうかな。はい、もう本当にパスタを作るアーリオオリオペペロンチーノの要領でいきますよ。で、もうこの辺りで唐辛子入れます、はい、ね、ちょっと時間差でね、唐辛子焦げないように。お子さんがいる場合は唐辛子なくていいと思いますね。ちょっと辛いですね。うん、いいですね。ニンニクの風味がだいぶ出てきました。じゃあトマト入れます。はい、いいですか。じゃーん、 OK。 いや、なんか思ったんやけどさ、ずっとペペタマトマトとかって、うん、実はこれペペトマ卵だよね。あ、違うの。だって今ペペロンチーノでトマトやってるから、ペペトマだよね今ねそういうこと、うん、トマトにかかってる、形容してるのね。そうそうそう、ペペロンチーノトマト卵。そうでしょ、ペペトマ卵ね。そう、言いづらくなっちゃったでもそうでしょ。そうやね、うん、はい、そうやわ。
はい、じゃあもうねこのタイミングでトマトにしっかり味付けます、はい、ね、ここで味決めてください。え、ハーブ入れんでいいやん。ハーブ入れてもいいよ全然ね。うん、板バセあったら入れた、板バセ入れたかったね。板バセあったら、もうちょっと待って、板バセあったら入れとったね。うん、だからこれで美味しいもんね。これペペトマでしょ。ペペトマで美味しいね。美味しいでしょ。もうこれだけでおかずになる。絶対美味しいよね。なるなる。で、あとはちょっとトマトの皮がちょっとベロッとしてきたら卵を入れて出来上がり、ペペトマ卵になるってことね。ペペトマ卵いいねいいね。これじゃあ YouTube 史上初かもしれない。ペペトマ卵やった人いないいない言い方だけの問題だけどいいね、はい、皮がちょっとベロッとしてきました。じゃあここで白ワイン入れますね。少しだけ風味を足してあげます。 OK。 いやもうここにもパスタ入れたいあ、こういうパスタ入れたら美味しいトマトパスタね、はい、じゃあいいかな。ここでもう卵を加えていきます。ちょっと弱火にしますね、うん、OK。 じゃあもう一和えしてトマトソースを卵に絡めてあげると、はい、さあもう全体的にトマトのお汁が卵に絡めば最後ちょっと味見だけしてください。はい、うまい、うまい、もう完成。味決まっとけ。決まってます。うーん、お塩もねトマトにしっかりしてあるから。じゃあお皿に盛りましょう。はい、はい、いいよ、なんか初夏っぽい。いいね、最後削って、ね、最後ちょっと削ろう。いやこれはいいっすね。お酒も進みそうな、ね、で最後にブラックペッパーしっかり引きます、うん、はい完成です。はい、食べましょう。じゃあいただきます。うん、美味しい。意外に優しい味ですね。優しいのよ、ね、優しいの、本当。トマト入っててこの爽やかなる系。トマト生で3個じゃなかなか食べれんけど、これだっていくらでも食べれる。食べれるね。そうやね。いやこれはペロッと食べるじゃん。あ、一瞬でなくなってしまう。一瞬でなくなってしまう。これ口で噛まんでいいやつだもんね。ね、ペペトマ卵は飲み物だね、これ、うん、飲み物です ね、 ね、 ね、本当に。あの噛むものが一切ない。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。